中二の息子を置いてきましたのコーナーでございます。私の実の母親兼セリ鍋大泉市の居酒屋わびすけの女将の山田美代子さん、今週もよろしくお願いします。桜咲いた、桜咲いた。静岡県のね、河津桜、お祭りが始まるんですよ、もう。おお、2月で。花見。やっぱな、東北違うんだな。花見。いやいや、東北の番組で、花見言ってる番組は、この番組が初かもしれないですね、今年ね。はい。じゃあ、CM の後は、ゆっくり聞きますよ。仙台セリ鍋のバビスケは白く太い根っこ甘いよ。セリは体にとってもいい。仙台セリ鍋やってます、ぜひ来てください。ワキワキワッキーの母ちゃんでした。さあ、ということで今週は春の話題でしょうか、母ちゃん。春の話題もそうなんだけど、新春落語会をやります、旧暦で。ああ、そうですか。はい、告知ね。はい、2月24日土曜日、午後6時から、はい、わびすけで落語会をいたします。いいですね、雰囲気もあるからね。これはね、清川一門って言ってね、前々からのお友達の清川波之丞さんのところの、悠々て翼と、はい、あとは長い手あやめ、あとにゃーにゃーて猫とか、ね、そういう。その方は猫じゃなくて人間なんですね、にゃーにゃーてさんは。いや、猫っぽいんだよね、人間性格的にね。僕の友達も猫ひろしさんっていらっしゃいますけど、あの人いいよね。やりたいですよね、何度かね、わびすけもね、はい、ぜひね、本当に私、前々からね、もう20年近くやってんだよね、こういうだよね。本にも出てたから昔だから、そうでも、ドリテムダバナという名前でいや、母ちゃんが覚えたての手品入れながら俺横からダメ出しして突っ込むってやつで営業行ったことあるよね。やったよね、長いな、24年前ですよね。そういうことでね、私昔から仙台ってね、いろんな店で落語会をやってるところがいっぱいあるのよ、はいはい、でそれをね、ぜひテレビなり新聞なりに取り上げてもらいたいなってずっと思ってたの、はい、で結構落語やってる子たちもいっぱいいるの、例えば東北学院大の B とかさ、OB とかとは全く個人で好きでやってる子とかね、でその人たちを取り上げてもらいたいと思ったら、セリ鍋の取材に来た、なんと読売新聞さんが、ねえ、やっぱり女の記者の方がそういう落語好きで前々からそういう人たちを取り上げてる人がいるんだって、で今年なんとかね、いろんなお店こういうとこでやってますよ、こういう人たち落語やってますよっていうのをね、やってみ、見ようじゃないかっていうことになってね、レギュラーでもうずっと思い続けたことを諦めないでやっていくとね、本当に念ずれば花開く。なるほど、春だね、もう桜咲くは花開くねえ、本当に嬉しい。頑張れ受験生。本当に嬉しい。私、何でもね、願い事か、ね、諦めないのよ。そうするとね、で、あの手この手、私やるの、いろいろ。で、今回も、新春に、私、どうしても尺八の音色が欲しいのね。したら、東北大学の、ほら、慶応にやってる子なんか、うちバイトしてるから、その子に、尺八ボーイ探せって言ったら、なかなか探せなくて、落ち券やって、やってる子が尺八ボーイ見つけてくれて、はい、で最悪私の落研の部室に行ってね、個別訪問しようとくらい思ってたの。そのくらいやればなんとかなるのよ。もう今日もそうですけど、派手派手でね、はい、胸元が何ですか、赤いバラすか何ですか、こんな派手な人来たら困ります、部室も。老人は派手にしないと車に迷惑なんだ発見早ければ引かなくて済むのね。だから老人は黒いのとかダメ、あ、危ないって思ったら車の運転手さんの、老人って認めてんだな、車の運転手さんのために派手な格好してるの。なるほど、戻りましたけど、この間来たお客さんがね、もう九州の方がさ、わびすけ予約していろいろ観光のために行ってさ、ずんだ餅の村上屋さん、かなんかにまずほらずんだ餅買ってって言ったんだって、で今日夜すり鍋食べるんだって言ったら、そこの奥さんが、あら、どこにすり鍋食べに行くのって言ったら、わびすけって言ったら正解って言ったんだって村上屋。そう、あら、そこ もう並ぶからね、ラジオすり鍋も近いとこになりますけど、だからさ、そこの奥さん行ったことないかもしれない、あと俺何度か行ってますけど何にも言わないですよタクシーの運転さんもさ、はい、駅から乗って、どこ行くんですかとか、せり鍋食べにわびすけ、正解って言うんだって。同じ人じゃないの、また。これ、先月もあった。おじさんが、女装して、団子包んでんのかい。先月もそんなことあったよね。同じ人が結構、まあでもありがたいね。ありがたい。そうそう、それにちゃんとね、
きちっと答えないと、母ちゃんもね。はい。そんなわけで。まあ、ちょっといろいろ散らかりましたけど、落語の話ですね。まあでも落語家の皆さんもね、結構 SNS 発信されててね、いいんですよ。ね。うん、ぜひ仙台の、まあ、アマチュアって言ってね、侮るなかれ。すごくいいですから。はい。ぜひ皆さんも生で落語を感じてください。